こんばんは、小池です。今夜は我が家は焼肉屋さん、みんなも焼肉屋さん、勝手に決めないでね 勝手に決めないでね。といったわけで、今夜は焼肉屋さん、こちら豚バラカルビ、代表の香味野菜、焼肉のタレ、さらにイカリの焼肉のタレ、そしてサイドにはもやし、そしてその隣はキノコになっております。このもやしね、もやし意外とですね、焼肉のタレで炒めると美味しい。意外といけるんです。このもやしってね、意外と調理方法難しいんですよね。でね、フライパンの炒め方も難しい。コツとしましては、さっと炒めるのが一番美味しく食べれます。長く炒めるとしなーってなっちゃいますんで、さっと、もうじゅーっと言って、んで30秒ぐらいパパパッと炒めてやるのが一番美味しいです。といったわけでございまして、こんな感じで今夜は焼肉のタレ、みんなも代表の焼肉のタレ、勝手に決めないで、ね、でっしょ。ありがとうございます。チャンネル登録お忘れなく。ててたらく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 、ててたらく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 、たらく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 、チャンネル登録の方もお待ちしております。小池でした。古畑任三郎みたいに言わないで。